漆黒のジェイル。俺の名前はジューベ。江戸時代を生きる盗っ人だ。今宵も盗みに入るところだ。よし、ここだ。寝静まっているね。はじめに言っておくが、俺は欲張って大屋敷を狙わない。なぜかって、10両以上の金を盗めば即死刑になっちまうからだ。盗みなんて時の運だ。コツコツと盗みを重ね、細々と暮らせりゃそれでいいのよ。たまたま大金を盗んだのがバレて斬死刑なんてたまったもんじゃねえだろ。ただそんな俺でも失敗することだってある。過去に2度窃盗で捕まってるからよ。そうそう、俺の額に入れ墨があんだろ。これが罰で入れられたもの、窃盗犯の証だ。入れ墨ってのが痛えのなんの。痛えで、だからやめてくれ。動くな、おとなしくせえ罪人が。押さえつけられておでこに強引に掘られるんだからよ。入れ墨の形や文字は地域により異なるんだが、ここ原州広島では1回目の窃盗で1の字、2回目で斜めの線が加わってカタカナのナの字になるってわけ。だから次やったらどうなるかわかるだろ。犬だよ犬。ただでさえ歩いてるだけで罪人だとわかるのに、犬を掘られちまったらマジ歩けねえぞ。ちなみに他の藩で多いのは悪や十文字だ。丹波では大、肥前では罰の印らしい。原州広島ってのはどんだけ性格のねじれた藩なんだ。犬はねえだろ犬は。てなわけでよ、俺は割と慎重に盗みをやってるんだ。よし、会長だ。この日も俺は金庫から金を奪うことに成功し、忍び足で U ターン。しかし俺は大失態を演じてしまう。外へ出ようと暗闇の中歩みを進めていたところ、室内に置いてあったついたてを倒し大きな音を立ててしまう。俺は塗装しようと一目散でこの家を飛び出したが、待て泥棒が。いや、この家の者に追いかけられる。待ってくれよ、ここで捕まったらシャレにならん。俺は心臓が飛び出そうな恐怖の中、いや全力で夜の街を疾走した。しかしこの野郎泥棒が、いやだだだ、苦しい、もう分かったから話せ。しばらく走ったところで捕らえられ、死にねじ伏せられた。こうして俺は御用となってしまった。またお前か、懲りねえやつだ。すみません、なんとかお許しいただけないですか。ダメだ、お前だけ許すわけにはいかん。なんとか刑を逃れようとするが、入れ墨の準備が始まっている。もう入れ墨は嫌だ、犬だけは。俺はなんとか許しを得ようとした。犬ですか。そうだ、今回で完全に犬だ。はあ、嫌だ。だが泣いて刑を逃れられるほど甘い世界ではない。俺の額は容赦なくゴリゴリといかれた。ガッ、おとなしくせ、すぐに終わる。男たちに抑えられたまま俺のおでこは強引に掘り進められた。そして強烈な痛みに耐え、額から血を吹き出しながら、終了だ、完全な犬だ、次は寝ぞ。はい、入れ墨の刑が終わった。次はない、次やったら死刑だ。こうして俺は犬となった。おい、何黄昏れてんだ、来い。あ、はい。この屈辱と次は死刑であるという恐怖に体を震わせていたところ、連れてこられたのは牢屋。炭が乾くまで3日くらいそこにいろ。はい。俺はそこに放り込まれ放置された。3日後俺は釈放された。盗んだ額が小さかったため入れ墨で済んだ。もう二度と窃盗なんかしない、俺は心に誓った。しかしもうすでに生活していく金がねえ。結局俺は翌日には開き直っていた。くそ、飢え死にするくらいなら盗んでやる。だってよ、額に犬じゃ街を歩けば軽蔑されるし、とてもじゃないが働き先なんてねえだろ。そして俺はその夜、生きるか死ぬかの大勝負に出た。どうせ捕まる危険があるなら思い切って大屋敷を狙ってやれ。何度でも盗みに入ってコツコツ稼ぐよりも一攫千金を狙った方が効率的だと考えた。だがこの判断が仇となった。経験のない大屋敷を攻めたのが間違いだった。違うんだ、話せ。なんと突入するや見張りの人間とご対面。俺は突入直後に捕らえられてしまう。ほら、人生最大の恐怖に見舞われた。ダメだ、死刑だ、人生終わりだ。うわ、何の騒ぎだ。力の限り振りほどこうとしたが、今までのようにはいかず屈強な見張り人にねじ伏せられた。三度捕まっても懲りなかった俺は約束通り首を切り落とされた。ここでやっと気づいた。たとえ犬でも生きてる方がマシだった。